ラジオネームクータスさんからですね、ありがとうございます。平川さん、下野さん、こんにちは。こんにちは。今回はお悩み相談をお願いしたくメールしました。ありがとうございます。実は私は今受験生です。なのにこうやってまたラジオやらアニメやらで勉強に身が入らないのです。というわけで私に活を入れてほしいのです。どうか私を叱ってください。お悩み相談ではなくただのお願いになっていますが、点点点、よろしくお願いいたします、ということで。なるほど、そうですね、受験生か、大変な時期ですよね。叱ってくださいって、叱るのってなんかあれだなまあでもね、まあ、お願いということなので、じゃあやってみましょう。こら、クータス、勉強は切り替えが大事なんだぞ。もちろんこう気を緩めるときもなきゃいけないから、そういうときにこのラジオを聞くとかアニメを見るとか、そうやってリフレッシュしてきっちり切り替えて勉強しようね。そうすればきっと合格できるよ。だから頑張れ。いいの？はい、こんな感じでどうでしょうか解決。